クリーブ。やっと話していいの？ずっと見てたんだよ。本当にペルビーだ。久しぶり。でもどうして急に大きくなったの？もしかして私未来にタイムスリップしちゃった？それとも夢を見てるのかな？本当に長い夢ね。どちらでもない、クリーブ。君はもう死んでいるんだよ。そんなストレートに言わなくてもいいだろう。クリーブがショックで固まってるぞ。あ、そういうことだったのね。あ、すんなり受け入れたな。うん、ペルビーが言ったんだもの。ペルビーは嘘をつかないから。それに、なんで私が今の姿になったかより未来がどうなるかの方が気になるの。ペルビーが執行官になったってことは、お母様はもうこの世にいないってことだよね。教えてくれる？ペルビー、お母様と私はどうなったか結末を知りたいの。君は運命と向き合い、抗うことを諦めなかった。最初は誰も君の話を信じなかったよ。だから君は月に悩みを打ち明けた。そしてある日の夜、二人で一緒にスネージナヤのオーロラを見に行こうと私と約束を交わした。それから君は何度も脱出を試みたが、その度捕まった。お母様が君を生かしておいたのは優しさゆえではなく、ゆっくりと君を苦しめ、他の人に裏切った結果を知らしめるためだった。だが、それでも君は諦めなかった。そしてお母様は、殺し合いを重ねることによって、子供たちの中から、最も優秀な王を選ぼうと考えていた。それに対し君は、皆で団結して、引き分けにすることで、犠牲を減らそうと呼びかけたんだ。結果から見れば、少し時間を稼いだだけだったが、君は皆に希望を与えてくれた。君は思いつく限りの方法を試したが、その全てが失敗に終わった。だが、君の剣がクルセビナ、あるいは私に向けられることはなかったよ。ある重々しい暗い日に、君は私にこう言った。16年間、私はずっと自由を追い求めてきた。でも今になって気づいたの。私に与えられた唯一の自由は、自由に死を選ぶ権利だったってことにね。そんなことを言うなんて、きっと相当疲れてたんでしょうね。でも未来の自分を理解できる気がするわ。お母様の計画だと、私たちの中で最後まで生き残れるのは一人だけ。であればその一人はあなたであってほしい。もう一度選べるとしても、私は同じ選択をする。初めてあなたに会った時から思ってたの。あなたならきっと私に叶えられなかったことをやり遂げられるってね。そうか。君が追い求める自由とは何だったのか、今もなお私には理解できていないのだが、ハウス・オブ・ハースのお父様として子供たちには最低限の自由を与えているつもりだ。自らの運命を選ぶ自由をな。フォンテーヌの最高審判官と事前に話を取り付けてきた。家を離れることを望む者は秘密を忘れ、静かにこの国で暮らすことができる。彼らの過去が追及されることはない。無論、彼らにおのずと勝利の果実が渡されるわけではない。自らの意思を私に証明し、その手で勝ち取る必要がある。それで十分。私が追い求め続けてきたのは、まさにそれだもの。私から見たペルビーは、優秀な王で、いいお父様だよ。あなたがハウス・オブ・ハースを継いでくれて、本当によかった。まあ、心残りがないって言えば嘘になるけどね。私、まだ、外の世界を見たことがないから。なら、ちょうどよかった。こちらの二人の客人は、様々な国を訪れ、数多くの場所を旅してきたそうだ。
外の世界の話を聞かせてくれるだろう。本当？もちろん。オイラたちいろんなとこを旅してきたんだぜ。語るとなると三日三晩あっても足りないぐらいだ。実は私、ギタイヤを弾きながら自由の風と。なるほど、モラはそうやって生まれたんだね。もしモラがあったら新しいスカート。でもテルビーはスカートが好きじゃないし、お母様も多分もらってくれないかも。なら私が日替わりで着てもいいよね。あなたが言った妖怪ってどんな姿をしてる？絵本で怖い顔をしてて頭に角を生やし、それって鬼だろ？もちろんオイラたちは見たことあるけど、お前が言うほど怖くはないぜ。お母様に戦い方を教わってた時はいつもおどおどしてて、教練員で授業を受ける時はこっそり勉強以外のことをしてもいいのかな？冗談だよ。まさに危機一髪。リネたちは容疑者として法廷に立たされて裁かれる寸前だった。え、そんな、それでどうなったの？その時名探偵パイモンが登場して一気に形勢を逆転したんだ。一体どうやって？早く知りたい。かはん、よーく聞けよ。マジックが失敗した後、オイラたちはすぐ現場に駆けつけて。残影は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。クリーヴ、影の下でハウス・オブ・ハースに抗い続けてきた君に、私は執行官召使いとして処罰を通告しよう。君をハウス・オブ・ハースから追放する。君は家から離れ、ここのルールにも縛られなくなる。はあ、私家から離れられるの？はあ、私もあなたたちから聞いた外の世界を見られるの？あ、忘れてた。もう大人になれないんだ。でも大人になったあなたに会えて本当に嬉しかったよ、ベルベーレ。元気でね。じゃあまた。ああ、来世で会おう。